東から山頂を望むスタンレー山群一番右に、マルゲリータ・ボン・ルーエンゾリ山地は、アフリカ中部、ウガンダとコンゴ民主共和国の国境に位置する山地。小規模ながらも壮観な光景を持つ、最高峰の標高は5109メートルである。ルーエンゾリの山頂付近は、赤道直下にもかかわらず万年雪を冠しているが、アフリカ大陸で万年雪をいただくのは、キリマンジャロー山と、ケニア山。 そしてこのルーエンゾリだけである。ルーエンゾリ産地のほとんどは、ルーエンゾリ産地国立公園、ビルンガ国立公園として、世界遺産に登録されている。ルーエンゾリ産地は、アフリカ第一交代に属する西リフトバレーの側面が、隆起したことによって形成された。産地の長さは、約1 2 0トル幅6 5トルである。この産地は、 深い峡谷に区切られた6つの3階から成り立っている。スタンリー3軍、スピーク3軍、ベーカー3軍、エミー3軍、ゲッシュ3軍、ルイジュディサボヤ3軍。スタンリー3軍は最高峰であり、特にいくつか、ある山頂の中のマルゲリータ方が、標高5109メートルとなっている。300万年前のプレート運動で傾斜し、髪型へ圧縮して、変ガンや、 河口岩からなる山体ができたと考えられている。標高3400メートル付近にジャイアントロベリアが生えるルーエンゾリ山地は熱帯雨林から高山草原、さらに雪原と非常に多彩な植生を持つ山地であることが知られている。この山地はすっぽりと雲に覆われていることから非常に湿潤な地域になっている。苔に覆われた一部の地域には6メートルにもなる。 ヒースが生えていることで知られている。また、気境ミゾカクシ族の植物で、いわゆる、ジャイアントロベリアの一種であるロベリアビッグウェイアーシー、ドワイルドの中で、ナイル川の源流について記録した文章に現れる。ガツの山脈に、ルーエンゾリ産地が否定されることがしばしばある。しかし、そう決めつけるには、元の記述が曖昧に過ぎる。この産地を最初に目撃した。 ヨーロッパ人は探検家のヘンリー・モートン・スタンリーで1889年であった。それ以前の20年ほどの間に目撃しうる立場にいた探検家たちは産地が前日の雲に覆われていたことから視認できなかった。1889年6月7日には探検隊の副司令官で軍事責任者であったウィリアム・グラント・ステアーズが1677フィート地点にたどり着き、 ヒアフリカ人として最初の登山者となった。最初の登頂者は1906年に成功したルイージ・アメデオ・ディ・サボヤであるルーエンゾリ山頂の氷河も20世紀以降の以降変動の影響を受けている。1906年には以上の山頂で43もの名付けられた氷河が分布し氷河が覆う総面積は7.5平方キロメートルであった。ところが2005年の観測では わずか3つの山に約1.5平方キロメートルが残るに過ぎなくなっていたユニバーシティカレッジロンドンのリチャード・テイラーらの研究では地球規模の気候変動にその原因が求められており産地の植生や生物多様性への影響が研究されている。ありがとうございます。